どうもコバです。トラブルダークネスとレプリンセス春菜編パート4やっていきます。でも今回で折り返しになります。甘いよ先輩。なんでこんなことになってんの？ゆうきくんの記憶の話をおしずちゃんに相談してたら黒崎さんが来て、手からマロン出したりしてちょっかいかけたからかな。今日という今日は許しません。先輩すっごい。止めた方がいいのかな。とは言うものの、これでどうです。おお、いいね先輩。止まるのかあれ。とりあえず行ってくるね。あ、サイレンジ。まだまだです。受けて立つよ。サイレンジ、危ない。柔らかい？何？ゆうきくん、そこ、ちょっと…潜り込んじゃうなんて。そんなつもりじゃ。ごめんなさい、リトさん、春菜さん。いいから、みんなもう。二人も喧嘩をやめてくれたし、ゆうきくんもわざとじゃないって分かってるから。サイレンジ。ありがとう、そう言ってもらえると。ううん、私は思ったことを言ってるだけだから。おやおや、なんだか二人ともいい感じ。なんだよ。そういうことなら、私の精神世界でみんな揃ってペロペロ。何言ってるんですか。行こう、サイレンジ。うん。ああ、待ってよ。はい、ほんじゃあ今日ラストの話、話です。最近朝に撮ってるから何も喋らんよな。リトが思い出せそうなことか。うん、一緒に住んでるララさんだったら何か思い出せそうなこと心当たりあるんじゃないかなって。
思い出せそうなことは一通り話してる気がするし、それに付き合いは春菜ほど長いわけじゃないから。そっか。あ、そうだ。ん？それじゃあ春菜とリト二人っきりでもっといろんな話をしてみればいいんじゃない？二人っきりって？うん、二人同じ小学校だったんでしょ？だったら子供の頃の話とかいろいろできるんじゃないかな。それはまあ。よーし、そうと決まったら早速二人っきりになっちゃおう。なんだこれ。ナラさん、それって。うん、いないいない、フープくん。説明するからな。場を通過した人物を他の場所へ移動させる発明品ぴょんぴょんワープくんと同じで、ワープした人が裸になると。前からさらに改良加えててね。思ったシチュエーションを満たしてくれる場所に送ってくれるの。海洋ってそこ？じゃあ二人っきりの場所に。ちょっとナラさん。なんだ真っ暗。って今の感触もしかして裸？ナラさんの道具はいつもこんな感じで。とにかく何か着るもの探すから。うわっ、いやごめん。やっと目が慣れてきた。本当ごめん、変なことに巻き込んじゃって。え？ううん、前にもこんなことがあったなって思い出して。前にも？うん、前は帝先生の診療所の地下室に飛んじゃったんだけどね。じゃあもしかして今回も？ううん、少し雰囲気が違うと思う。そっか。でもその時も結城くん、さっきみたいに謝ってたの。変なことに巻き込んでごめんって。成長してないな俺。あの時は、そうそう、自分たちの家族の話をしてたの。家族？うん、結城くんの家族の話も聞いたし、私の家族、お姉ちゃんの話もしたかな。あ、どうかしたの？その話って、もしかしてサイレンジが両親と引っ越ししないで最南町に残ったって？思い出したの？あ、いや、なんとなくその話聞いたことがある気がして。すごいよ、きっと少しずつ記憶が戻ってきてるんだよ。うん、そうだといいな。よかった。ねえ、他には何か思い出せそう？そうだな。気のせいか。
のせいじゃない。いたぞ姉上。大丈夫？リト、ハルナ。そっか、ここ旧校舎だったんだ。うん、ワープしたのが近くでよかったよ。見つけてくれてありがとう、ララさん、ナナちゃん。それよりリト、お前ハルナに変なことしてねえだろうな。してないって。うん、ユウキ君はずっと紳士的だったよ。そっか、ならいいけど。じゃあもう下校時間も近いし早く帰ろ。この行き先指定できるぴょんぴょんワープくんで。もうやめてくれ。はい、というわけでハルナ編のパート4はこの辺で終わりたいと思います。あとはまあ折り返しって言ったぐらいだから4つぐらいで終わるかなって思っております。であと4つで確実には終わるんだけどね、まあ、4つか3つのかになる感じです。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。